みなさんこんにちは。今日はココハちゃんの漢字を発表します。イエーイ。はい、コンビは今回続いてます。お二人に予想してもらおうと思います。はい、こうじゃないっていうのを、はい、書いてもらいましょう。書いてもらいます。リコさんから。はい、はい、リコさんからいきます。はい、せーの。おお、心に跳ねるココハちゃん。はい、かわいい、はい、かわいいですね。はい、セイラちゃんは、はい、じゃん、心に葉っぱのココハちゃん。おー、はい、はい、正解はいますか。いません。水、なんだろう。何に違いました。残念です。わかんないもん、これハって読むのかも。じゃあニコちゃん、せーの、じゃん。あ、それだ。心に花のココハちゃん。はい、いいですね、かわいいですね。かわいい、センスあるか。はい、お、お、心に花のセイラちゃん。一緒ですね。一緒だけど漢字は違います。はい、心の花です。ココハちゃん、正解はいますか。いません。なんだろう、あともう歯が思いつかないのでやめましょう。あ、もうやめますか。早すぎ。ここがわかる。じゃあ当て字でルール書いてみたい。はい、いいですか。じゃあセイラちゃんから。じゃん、ココハ。もう面白いな。はいはいはい、リコちゃん、じゃん。ひらがなきました。いや、あ、まあひらがなっていう可能性もね、確かにあります。ありますですね。正解者はいますか。いません。いません。いません。もっと考えて考えて。難しいよ。いいですか。せーの、しゅんなちゃん。なんかその歯が来ると思ってました。歯姫みたいな。ココミ、コカ、リココちゃん、コリコちゃん。はい、せーの、ココハ。思いつきませんね。思いつかないわ。まあ難しいな。はい、じゃじゃん。おお、恋に跳ねのココハちゃん。はい、はい、じゃん、心に跳ねココハちゃん。ありそう。ありそう。ありそうです。心に跳ねありそうです。はい、ココハちゃん。はい、ありますか。かわいそうだ。あ、かわいい。いいじゃん。なんか、かわいいんだけど。かわいいね。かわいい、かわいい。ハートって感じ。ハートだ。ハートだ。あら、ココちゃんによく似合ってるわ。ちなみにココちゃんはね、あの、緑って感じだよね。緑って感じですね。ピンクだよ。あ、もうこの字に改名したら。え、いいじゃん、いいじゃん。なんか全然関係ないの。あれ、ココハちゃんの名前を当ててみたいなあれだったんですけど、知らぬに芸名を考えようみたいに。確かに、はい、書いてみました。いい、あの、今のお時間ですね。ココハちゃんの感情、そう、作業の名前もルクが良かったね。うん。じゃあ、ひとやかかな。とやかというよりはね、ちょっとだらしないみたいな。ココハちゃんのお名前を教えてください。ください。
じゃーん。この字は予想できなかった。このココハちゃんでしたか。読めないかな。なんか調べるとそうよみたいな感じで出てくるよね。あ、だからそうよちゃんがよかったってこと。そうそう、なるほどね。本当にソーハにさ、ソーハ言われたことある。本当に言われたことある。うん、皆さん分かりましたか。見ましたか。緑って感じですよね。緑、はい、緑って感じ。イメージカラーそれぞれ緑、ピンク、紫にしますか。これから。はい、パステルのね、薄く薄く。はい、ということでまた次回ついに完結編、はい、イコちゃんの漢字を予想してください。はい、してください。コメント欄にいっぱい書いてね。いっぱい書いてね。まあ正解者はいると思うよ。はい、いると。比較的簡単ですよ。簡単、絶対読めます。今日のところはこの辺で。バイバーイ。